急な増水に素早く対処できますか？近年増加の一途をたどるゲリラ豪雨、1時間に100ミリを超えることもある局地的集中豪雨に50から60ミリを想定する通常の下水処理システムでは処理しきれません。これによりマンホール、側溝、河川などから水があふれ出る都市型の洪水が増えています。いつ起こっても不思議ではない急な増水、建物への浸水対策は急務です。従来の止水対策としての土のうは重く、設置に手間がかかることから、一気に水かさが増すゲリラ豪雨による増水には対応が困難でした。さらに使用後の片付けや保管場所にも問題がありました。これを解決したのが軽量、スピーディー、コンパクト、そして高い止水性能、簡易型止水シート、トメピタです。どなたでもすぐに設置できる止水対策として、ゲリラ豪雨による内水氾濫時も安心してお使いいただけます。文化シャッター独自開発のトメピタは、伸縮・柔軟性のある止水シート。水圧を受けることにより、ドアやシャッターに密着し、高い止水性能を発揮します。トメピタ一番のメリットは、シートだからこそ実現できた軽さ。女性でも持ち運びでき、急な豪雨にも素早く対処できるようになっています。使い方も簡単。店の入り口や工場のシャッターなど、水が侵入しようとする場所にシートを設置するだけです。お店などのガラスドアやシャッターを水圧から守る補強材を取り付け、シート両端のサイドバーを固定ピンにセット。ガラスには吸盤、シャッターには磁石でシートを留め、床面のシートをウエイトで押さえるだけの手軽さです。そして後片付けも保管も楽ちん。使用後は水気を拭き取って乾燥させ、収納袋に入れるだけで OK です。収納も場所を選びません。これにより重くスペースを取る土のうのデメリットを見事に解消。小さな収納、大きな安心を実現したのです。では一般的な止水対策の土のうとトメピタの設置時間を比べてみましょう。簡単設置ができるトメピタは女性1人、土のうは男性1人で比較します。開始からわずか3分18秒、トメピタは設置が完了しました。一方土のうの場合は13分4秒もかかってしまいました。幅2メートルのフロントに設置した場合、土のう1袋 20kg が30袋で 600kg、対するトメピタは1セット 14kg、 女性でも苦労することなく設置できるのです。そして気になる止水性能、土のうでは至る所から水が漏れているのに対し、トメピタはしっかりと止水され、漏水量はごくわずか。側面から比較してみるとその差は一目瞭然。トメピタは土のうに比べて10倍以上の高い止水性能を発揮するのです。トメピタは事前に工事を行えば、店舗、ガレージ、オフィスビルなど様々な場所に設置が可能です。軽量、スピーディー、コンパクト、そして高い止水性能の
簡易型止水シート、トメピタ。簡単設置でゲリラ豪雨による建物内部への水の侵入を低減します。